ポエニ戦争、ポイニ戦争、ポエニ戦争とは、共和制ローマとカルタゴとの間で、地中海の覇権をかけて争われた一連の戦争である。ポエニとは、ラテン語で、フェニキア人、カルタゴは、フェニキア系国家を意味する。紀元前264年のローマ軍によるシチリア島上陸から、紀元前146年のカルタゴ滅亡まで3度に、渡る戦争が繰り広げられた。 紀紀元前年から紀元前前264 241年年、から、シチリア島をめぐるる。一連の戦戦闘ととが焦点となるシチリア島は西半分がカルタゴ領で東半分がギリシア人勢力のシラクサが抑えていたが北東にあるメッシーナはカンパニア人の傭兵部隊マメルティニが占領していた。シラクサの選手ヒエロン2世はマメルティニに対して 攻撃を開始した。マメルティニは、ローマとカルタゴの両方に助けを求めたが、このことが、ポエニ戦争の直接の原因である。出兵は、カルタゴの方が早かったが、ローマも、マメルティニと同盟を結び紀元前264年に、出兵した。マメルティニは、カルタゴ軍を追い出して、ローマ軍を、市内に入れたが、カルタゴ軍は城外には出たもののそこから撤退せず、また、 シラクサ軍も近くに陣を構えていた。ローマ軍は出撃し、カルタゴシラクサ両軍に勝利し、ローマとカルタゴは、シチリアの覇権をかけた戦いに突入する。翌紀元前263年にシラクサは、ローマと交和して、同盟を結んだ。紀元前262年、ローマは、カルタゴが守るアグリフェントム、ゲン・アグリジェントを攻略した。続いてローマは、 カルタゴの補給を断つため大艦隊を建造した。当初は劣勢であったもののカラス装置、コルウスを用いた、雪原戦闘を編み出していくつかの海戦に勝利し、海上でも優勢を保つようになった。勢いを得たローマは、アフリカへ上陸するが、紀元前255年に、スパルタ人の傭兵隊長クサンティッポ率いる、カルタゴ軍に、チュニスの戦いで大敗し、さらに撤退の最中に、 海難事故に愛6万の兵を失った。紀元前249年、カルタゴはハミルカルバルカ将軍、ハンニバルの父をシチリアに送った。ハミルカルは勝利を重ねほぼシチリア当然度の支配を獲得した。しかし、紀元前244年にカルタゴで権力を握った王ンノは、勝利は近いと考えて海軍を縮小した。 これを見たローマは艦隊を再建し、アイガテス諸島沖の海戦、紀元前241年3月10日で、第一次エニ戦争の決着をつけた。ハミルカルも補給を失い、降伏せざるを得なかった。紀元前219年から紀元前201年、ハンニバルによるローマ侵攻を指し、別名をハンニバル戦争という、カルタゴはシチリアを失ったが、 ハミルカル・バルカは国力回復のためにイベリア半島を制圧し、諸部族をまとめて軍隊を養成していた。ハミルカルの死後、長男のハンニバルはローマとの戦争を決意、ローマと同盟していたイベリア半島の都市サグントム、サグントウをハンニバルが陥落させたことで、第二次ポエニ戦争が開戦する。ハンニバルは5万の兵と37頭の戦像を連れ、アルプス山脈を越えて、 イタリアへ進軍イタリア半島各地でローマ軍を撃破し、紀元前216年のカンナへの戦い、カンナへの戦いでは馬蹄型の陣形でローマ軍を陥れ、乾杯させたものの、敵地での補給に不安を抱えていたハンニバル軍は、イタリアの諸都市をローマから切り、放戦略を優先させ、すぐにローマ攻略へは向かわなかった。敗北を受けてローマは、 ファビウス・マクシムス・クンクタトルの持給戦法を採用し、マルクス・クラウディウス・マルケルスは、ハンバル軍に対して、海戦は避けながら果敢に戦闘を仕掛け、ハンニバルを悩ませ、以後ローマへ進軍は許さず、イタリア半島では、一進一退の膠着状態が続く。カルタゴ本国は、この戦争に対して、はじめは日和みの立場を取り、 ハンニバルは本国との連携や補給をうまく取ることができなかった。その間にスキピオ・アフリカヌス、大スキピオにハンニバルの本拠地であるスペインを攻略されてしまう。勢いに乗ったローマ軍は北アフリカへ逆進行し、カルタゴ本国での敗戦に狼狽した政府によってハンニバルは本国に召喚されてしまう。その後ハンニバルは大スキピオにザマの戦い。 紀元前202年で敗れ、第二次ポエニ戦争は、カルタゴの敗北に終わる。戦争中ローマを裏切りハンニバル側についた、シチリア島のシラクサでは、防衛に、アルキメデスも参加しており、彼の発明した兵器は、マルケルスらローマ軍に損害を与えた。シラクサ陥落に際してはマルケルスはアルキメデスは、殺すなとの命令を出していたが、彼とは知らなかった敗下の兵によって殺された。 アルキメデスは殺される直前まで、地面の上に図形を描いて、計算をしていたが、一人のローマ兵がこれを踏むと、わしの図形を踏むなと叫び、怒ったその兵士に殺されてしまった。この時彼は、演習率の計算をしている最中だったと言われる。あるいは試作に夢中で声をかけた兵士を無視したため、またはマルケルスへの連行を拒否したために兵士に、殺されたとも、金目のものと見た。 生図機器を奪おうとした兵士との居酒屋で殺されたとも言う。紀元前149年から紀元前146年にあった戦争で、反カルタゴ派であったカトケンソリウス、大カトの往年の主張が通りスキピオアエミリアヌス、小スキピオをしてカルタゴを滅亡させた。カルタゴとヌミリアとの紛争を条約違反と咎めたローマは、カルタゴに対し内陸への戦闘を要求。 これを拒否したカルタゴを行為し、破壊した。ローマ軍は、住民のほとんどを殺すか奴隷にした。さらに、ローマ人のカルタゴへの敵意は凄まじく、土地を塩で埋め尽くし、不毛の土地にしようと試みたとされる。第一次ポエニ戦争の結果、ローマは初めて、イタリア半島外の領土であるシチリアを手に入れ、これを俗州として統治するようになった。また、 1> 第1次ボエニ戦争から第二次ボエニ戦争までの間にカルタゴ領であったサルデーニアとコルシカも属州に組み入れた。こうした海外領土、特にシチリアは安価な穀物をローマに流通させ、食料供給を向上させる一方、自作農の急防を招く一員となっていった。イタリア半島の農地は荒廃し、大規模農家が農地を集約させて、 商用農作物を奴隷に栽培させるきっかけともなった。現代まで続くブドウ、オリーブなどのイタリア名産の農作物はこの頃に方向づけられている。また、イタリア半島に攻め込まれ、ローマ滅亡の危機にまで陥った第二次ポエニ戦争は、危機の中で元老院の指揮権を拡大させ、共和制末期の共和主義者たちが理想ししたような元老院主導体制がられていった。さらに、 新たな俗州としてヒスパニアを加え、ローマは西地中海の覇者として格好たる地位を得ることとなった。第3次ポエニ戦争は、こうした強大になったローマの力を地中海世界に改めて示し、地中海を徐々に我らが海としていった。こうした一連の戦争は、シチリア、コルシカ、サルディーニャ、ヒスパニア、アフリカ、カルタゴを ローマの俗修とする一方で、ローマ軍の主力であった中小の自作能を没落させ、軍団の弱体化を招いた。また裕福な平民層、プレープスは新たに獲得した利権を利用しさらに富を蓄え、従来の貴族、パトリキに合流して、新貴族、ノビレスと呼ばれる層を形成していった。このような貧富の格差の拡大は、ローマに重大な社会不安の種として、以降の歴史に、 大きな影響を与えることになった。カルタゴのハンニバルによる信仰を含めたローマとの一元の戦争はもう少しでローマ帝国の誕生を阻むところだった。ローマの勝利は古代地中海の文明化がアフリカではなくヨーロッパに渡さる記念的な転換点となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。